皆様こんにちは。筋トレ嫌いなトレーナー唐沢匠です。今日はお尻とももに特化したメニューをご用意しました。では早速始めていきましょう。ではまず最初はハーフプランクで片手と片足を交互に出していきましょう。しっかりと足を上げることによってお尻とももに効果的です。では用意スタートです。足の位置はお尻より高く上げてください。では半分経過。残り5秒。4、3、2、1。では5秒休憩しましょう。次はヒップレッグアップです。で今度はさっきよりも足を大きく上に天井の方に向けて出していきましょう。これもお尻とももに効果的です。では用意スタート。では半分経過。お尻が前より下がった人やヒップアップでプリッとしたお尻にしたい人はどんどんやりましょう。残り5秒。4、3、2、1。では5秒休憩しましょう。次はレッグアップレイズしていきます。でも同じような体勢から膝から指先にかけてを曲げて伸ばす動きをしていきます。これはももと裏ももに効果的です。では2秒前。1スタート。まず膝を上げてることによってまずももに効いてきます。そして引き寄せた時に裏ももに効いてきます。残り半分。上半身はそのままで下半身だけ動かしましょう。残り5秒。4、3、2、1。では5秒休憩です。次はレッグアップレイズです。では今度は足を反対にしましょう。同じように足を振っていきます。では1秒前。スタート。膝の位置をお尻と同じ高さにするとお尻にも効いてきますのでヒップアップにつながってきます。残り5秒。4、3、2、1。では5秒休憩しましょう。次はフロッグウォークです。これは足を横側に開いていくんですけど、膝をまずお尻腰の高さにしていきます。では早速していきます。スタート。これも上半身は変えずに下半身だけ足だけ動かしていくとよりお尻に効果的に効いてきます。半分経過。残り5秒。4、3、2、1。では5秒休憩です。次はレッグバイブレーションです。足を伸ばしてもらってこのようにブラ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 毛伸びをするようにしていきます。15秒で反対側の足をやってみてください。では1秒前。スタート。大きくやることでももと裏ももに効果的ですので、なるべくオーバーリアクションでやってみましょう。半分経過。
足を反対にしましょう。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。次はヒップタッチツイストです。これは膝をついた状態でまず腕立ての体勢、お尻が上に上がらないようにしましょう。ではやってみましょう。用意スタート。これも腹斜筋、腹筋に意識してやってみるといいと思います。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。次はニースタンドアップです。これでラストになります。まずはこのように座った状態からももの筋肉を意識してもらって上に上げていきます。では用意スタート。最後にお腹を突き出すようにしてみましょう。では半分経過です。残り10秒で終了です。5秒、4、3、2、1。お疲れ様でした。ではストレッチしましょう。ではまずはじめに今日はもも使ってますので、もものストレッチをしていきます。片足を折ってそのまま伸ばしていきます。では足を変えて反対の足やりましょう。では今度は腰のストレッチ、左足を反対の床につけます。しっかりと伸ばしていきます。では反対も同じように、今度は右足、右膝を床にタッチしてそのまま伸ばしていきます。今度はももを引き寄せます。膝を自分の胸の方に寄せていきます。もものストレッチです。では逆もやりましょう。今度は少し痛いですけども、もも裏ストレッチしていきます。手を足の裏につけてもらってそのまま伸ばしていきます。少し痛いですけど我慢して伸ばしていきます。では反対もやりましょう。伸ばせるところまで伸ばしてみてください。今度は足を揃えてもらって、同じようにもも裏のストレッチしていきます。最後は腰のストレッチ、右膝を左膝の方にしてもらってひねって押してあげましょう。
では今度逆側もやっていきます。ではゆっくりと戻してもらっておしまいにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また一緒にやりましょう。